また買いました。ですね、今日はですね、1月の12日、今日届いた商品。もうね、ここ見てわかると思うんですけれども、クビンズのジューサーを買ってみました。じゃあね、早速開けてみたいと思います。はい、クビンズ。はい、ということで今回購入したものはクビンズの低速ジューサー、サイレントジューサー NS993PSM という商品です、ね、早速本店の方ね見ていきたいと思いますけど、これどうやって開けるんだ。ここが、説明書でございます。レシピ本ですね、レシピ本です。特典としてこういうものがついてきました。これもレシピ本だと思います。こちらの本ですね。これ下置こうか。専用ブラシ。ここだったら、ね、専用ブラシです。はい。で、これがですね、こう、果物を押すものですね。はい。よし。まあ、組み立ててみましょう。ね。ブラシ。本体です。はい、それでは組み立てていきたいと思います。ストレーナーこれだ。はい、こう、それにスクリュー、違うな、どうだ、はい、見えるかな。ここに赤い点があるんですけども、これを合わせるようにセットします。赤い点と点を合わせて、さらにこの上蓋の赤い点を合わせて締めると。こうですね。このように組み立てます。豆腐を作るための型みたいです。ちょっと使わないんで、これちょっと置いておきます。まだ電源入れてませんけども、ここにですね、電源のスイッチ、正回転逆回転というスイッチがあります。これで絞るんだろうな。はい、こちらがですね、クビンズの低速ジューサーになります。ですね、まあ、なんで買ったかと言いますと、うちにね、ジューサーあったんですけども、高速ジューサーでした。でね、高速ジューサーっていうのはですね、こう絞ると、こうジュースの部分とカツの部分が分離してですね、あまりジュースが取れないと。で、ね、飲んでてやっぱね、ザラザラがあって、ね、美味しくないんですよね。で、まあ、前々からですね、こういう低速ジューサーが欲しいなと思ってまして、今回ちょっと思い切って買いました。でね、高速ジューサーよりも低速ジューサーの方が高いです。下手したらですね、4倍ぐらい高いかなという感じですけども、まあ、今回ですね、前回のマッサージ機といい、今回のこちらといい、健康のためにね、ちょっと野菜ジュースを作ってね、飲もうかなということで、今回買ってみました。まあね、うちのキッチン基本的にね、赤で揃えてるんで、赤にしましたけども、こちらですね、去年のモデルになるのかな。なので今ちょっとね、お安く売っております。多分ね、Amazon とか見てもね、意外と安い値段で、まあ、当時から比べるとね、さらに安い値段で売ってるんではないでしょうか。こんなにね、いろいろ種類ができるんですね。ジャムとかですね、冷たいデザート、ね、こういうアイスキャンディーとかもできるんでしょうかね。
これはね、面白い。ああ、そっか、これ。ヨナナスできるんだ。ヨナナス。豆腐もできるんです、豆腐も。へぇー。というわけですね、今日は、このジューサーをね、開封して組み立ててみましたけども、次回ですね、実際に作ってご紹介したいと思います。あ、そういえば、もう一点ちょっと言い忘れてました。高速ジューサーとこちらの低速ジューサーの違い。ですね、先ほどジュースの取れる量がね、違うと言いましたけども、まあ、その分だけ野菜本来、果物本来の栄養素がたくさん取れるということです。さらにこのね、低速ジューサーにすることによって、植物繊維とか、その辺もね、壊れにくくなるみたいで、かなり、そのね、取れる栄養が違うみたいなので、それもね、購入のきっかけになりました。